はい、まずスタートですね。スタートは勢いよく6番の恩田選手が取りに行きましたね。恩田選手の非常に早いスタートから、関東が前ということになりましたね。関東の並びは、8番、3番、6番です。吉田優輝選手に武藤達夫選手、恩田純平選手ですね。関東勢が前段です。そしてすでに1番車の郡司選手が、前から2番目にいますので、郡司選手のラインが中段ですね。郡司選手のラインは1番、9番、5番、郡司選手に成田選手、長澤選手ですね。南関東と東北のラインです。そして後方には2番、7番、4番、注目の太田海也選手に7番の山田洋平選手、地元の小川雄介選手ですね。この2番、7番、4番のラインが後方からのレースとなります。まずこのレースなんですけども、前を取っている8番の吉田優輝選手、非常にね見せ場を作ったレースをしてくれましたよね。そして郡司選手も隙を見逃さずいいところから仕掛けました。まあ、走りながらレースの、ね、緩急を体で、見分けながら仕掛けていくところは、まあ、本当に予測も、ね、含めて、非常にいい動きをしてきたと思います。さすが郡司選手ですよね。まあ、その辺の動きも見ていきたいと思うんですけども、まあ、やはり、力で、ねじ伏せてくる太田海也選手、まあ、それに対してやはり、まあ、後輩というかね、若手である関東の吉田優輝選手がやはり力でね、ここは見せてくれましたので、まあ、そういうレースがあれば、まあ、郡司選手が、浮上してくるなというレースになりましたよね。残り、2周半、青バンバックを通過して、後方から太田海也選手が上昇してくるんですけども、この辺から非常にもう雰囲気出してましたよね。突っ張るぞという雰囲気、非常に、この辺からレースがワクワクしたと思うんですけども、まあ、太田海也選手のダッシュ力と、吉田優輝選手のダッシュ力、どちらが出るのかなと思ったんですけども、まあ、やはり内側にいる吉田優輝選手が、ここはね、ダッシュを決めていったんですけども、ここでもう前に踏んでましたので、番手にいた山田雄平選手が離れました。関東勢が番手に入って非常にうまいレース、すかさず郡司選手が緩めたところを来てましたのでね、まあ、太田海也選手が後ろがどうなっているのかなと確認したところで郡司選手来てましたので、非常にいいタイミングでスパートしてましたよね。まあ、郡司選手も、ね、主導権を取るつもりで、走っていたので、まあ、あの辺の速い動きになったのかなと思うんですけども、まあ、こうなってくると郡司選手、非常に、スピード感が、ね、ありますよね。番手にいた成田選手もさすがですよね。番手から、一気に、差し込んできて1着、2着には郡司選手、3着には長澤選手、9番、1番、5番でライン決着いたしました。第9レースでした。